はいみなさんどうも MT です。今日は複数で遊ぼうというタイトルでやっていきたいと思いますね。まあ、内容はこちらを紹介したいんですけど、まあ、気楽にあの見ていただければ結構です。もちろん照明はきちんとやっていきますけれども、まあ、そもそもお遊びですからあんまり 口うるさいこと言わずに、まあ、正面はきっちりやっていきますけれどもね。まあ、どういうものかってことを見ていきましょうと。こういうような等式ですね。まずこちら見ると1、1-z の l 乗分の1を端から端まで足すと、2分の n-1 ということになります。で、これは、ま、こちらに書き下したものが書いてあって、l が1から n-1 までこういうものを足し合わせると、2分の n-1 になると。まあ、あの、z というのがですね、今の場合、ただしいこういうものでございます。z イコール原子 n 乗根といって、まあ、e の i の n 分の 2π 乗、cosn 分の 2π というやつですねこの N というのは今自然数でいわゆる原子 N 乗根と言われるものですけれどもこういう単位円の N 等分したところの,この先端に当たるところに対応しておりますこの辺はですね、まあ、よく使われる道具ではあるのでぜひともあのまずはご存じない方こういう等式とかですねご存じない方は、まあ、僕の27番でオイラーの公式をちょっと紹介しておりますのでそちらもぜひとも合わせてご覧ください、まあ、そこでここではま,あまずその美しいもの原子1の N 乗根というのが まあどういう美しい、美しいとは言うけれども例えばこの等式とかですね、まあ、どういう意味で美しいのかとかですね、まあ、そういう対称性についても見ていきたいと思います。 でえー、さらに今回言いたいのはちょっと一般化した形でこの分子に変なものがかかっていると Z のマイナス L 上の αα というのは1から N-1 までで、えー、やるとこんな等式が成り立つんですね、まあ、ここが0のケースがこれで、まあ、α 変なものがかかっていたもこうだとですからまあこの α は0だと思ってここ一般化されているわけですけど、まあ、あえてこれでは分けて書いておりますまず雰囲気ですね、まあ、一般的にまずこういう洞察があってちょっと一般化したらこういうものがやられたのでそういうふうなきちんとあの まあ、数学的には2つ書く必要はないんですけど、まあ、お遊びですから、まあ、どういうふうにこう遊んでいたら見つけたという感じなんですけど、まあ、そういうふうなものを見ていきたいと思います。例えば、こちらはこんな感じですね、α の方はこちらなんですけど、例えば n イコール7とか α イコール3の時とかは、こんな等式になっています。まあまあ見るだけで疲れちゃいますね。1ッ z 分の3乗ですからね。2で23が6、サザンが9、4312、5315、サブ618というわけで、これが対応すると、 ゼロになるんですね。二分の七引く一で三ですから三引く三でこれゼロなんですね。でこれを本当に計算してですね、Z がまあこういうえっと原子七乗根ですか。コサイン七分の二 π プラスアイサイン七分の二 π とやって、えー、マイナス三乗つまり三乗をかける一引く Z 六乗をかける一引く Z 二乗分の一とかバーって足して これをイコール、Z、ゼロと示すわけではなくて、まあ、こういう一般論によって実はまあそういうことはしなくてもいいし、まあ、むしろ美しい対称性に着目することによってこういう式はたくさん出てくるんだということですね。前にえっ、ー、と、北大の問題とか使った時にですね 早セダの問題とか、そういうのって、あの、こういう複素数,数に関しての等式っていろいろ求めさせられるわけですよ。サインとかコサインについての和とかですね。それって何に着目するかというと、周期性とか対称性、X 軸対称とか Y 軸対称とか、まあ、90度対称とか見ること、それを、に着目することによっていろんな等式が出てくるということを紹介したことがありまして、まあ、そちら概要欄の方にリンク貼っておきますけれども、まあ、北大の問題、早セダの問題と合わせて、まあ、まずこういう遊びがですね、できるということがちょっと面白いので、それ紹介したいと思います。というわけで、えー、やっていきましょう。まあ、こちらの証明 というかあその観察ですね見ていきましょうというわけで僕のチャンネルではこういう数学一般のお遊びも含めてですねより良深くあの数学を楽しんでいこうという趣のチャンネルでございますので是非ともあの興味のある方はチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いしますというわけでやっていきましょうはいというわけでまずこちら証明していきたいんですがどちらにも通ずるちょっと準備をしていきたいと思いますまずステップ1なんですねステップ1というのは何かというと等比数列の和の公式を皆さんご存知でしょう ここでは一般の複素数に対して次の4ものものを考えますつまり形状して足し合わせる0から n-1 までここは0から n-1 にしましょうそうすると、まあ、これは何言ってるかと,いうと1足す z 足す ...zn-1 乗なんですけどこれがどういう風になるかというと 1-z の n 乗になるということは皆さんご存知だと思いますただし z が1ではないと。 ね、Z が1だったらまあ花からあの対象面白くないので、まあ、N になるので、まあ、そういうことなんですけど、まあ、これをですねちょっと微分したものを考えます。を N-1 にしたのは N 乗にするためただの見栄えの問題に過ぎないのであまり気にしないで構わないです。でこれ微分するるとととどうなるかというなかい えっと、公別微分でできますから有限はですかからら有限ね、まあ、こんなな感じになりますでここ1からになるので気をつけましょうというのは定数部分は0になって消えてしまうのでそこだけちょっと違うわけですよねルールがで、えっと、1次のところからだけ出てきてここが1たす 2z たす点点点 n か1る z の n 1 2乗というふうになってなるわけですけど、まあ、今後はもう まあこういうふうに書き下す意味がないので今後このままやっていきましょう。で、これが何になるかというと、いわゆる小の微分法なんですけど、この分子ちょっと計算しておきましょう。まず分子の微分があって、で分、分母の分母は掛け算。マイナスの分子そのままで分母の微分なんで、これマイナス1が残ってプラスになります。つまり、マイナス n かける z の n-1 乗足す。 n×z の n 乗マイナス z の n 乗プラス1ということになってここがですね n-1 の z の n 乗マイナス nzn-1 乗のプラス1というふうになります。でここでこういう式が一般に z に対して成り立つので特にこの場合の z ですね z イコール、まあ、1の n 乗根でいいんですけれども今の場合はこういうふうにしておきましょう。とすると こ,れがまあ、こういうのは通常オメガとかですね、まあ Z、あのこういうくしとか、まあ、ゼータとか書かれることがあるんですけど、まあ、ここはまあ Z でいってみましょう一般に複素数に対して Z と書かれるのでそういうふうにしておきましょうそうするとですね微分の方が、まあ、こちらをこうもう一旦書いておいてどうなるかというと 1−Z の2乗分の ここはですね、1になるんですね。なので、n-1×-n の z の n-1 乗プラス1になって、1の方が消えるんですね。なので、n でくくれます。1く z の n-1 乗というふうになります。で、ここで注意したいのが、z の n 乗イコール1なので、z の n-1 乗というのが z 分の1になるわけですね。1あの0ではないので。そうすると、ここがイコール n×1×z 分の1というふうになって、ここから z 分の、えっと、z1 というふうになるわけです。そうすると とで,です、ね、1個約分やれされそうな気配がしてきますつまり N×Z-1 Z 1分の z という風になりますでそうするとこの式がですね実は2乗じゃなくて1次分のになっちゃうんですね 1-z 分のマイナス nz 分の1なんでこちらにこうしておくとこういうふうにきれいな形になるんですねしたがって特にこれ z 邪魔なんでちょっと 1-z の形が欲しいのであえてこういうふうに両辺 z をかけておくと形状というふうに揃って n-1 -n 1-z ままでで足すす。と、と分の n という,ふうになりこの z は一般に対して成り立つわけではなくてこういうような z に対して成り立ちますもしくは一般にこういうものの l 乗ですね z の l 乗に対しても実は成り立つんですけどというのは使ったのっていうのはこの z の n 乗が1になるということとかここが z 分の1になるということしか使ってないので z の n 乗イコール1 が成立すればいいんですねですからこの本当にこのクリティカルな Z じゃなくてこの Z に対しては ZZ2 乗点点点 Z の N-1 乗つまりこういう1の N 乗根であればどこでもいいんですねもちろん1以外のだからここだけはダメなんですけど今この図だと5ぐらいまで考えて 5, 5っぽくなってますけどね1234、まあ、どこでもいいんですねあの N 乗して1になれば何でもいいのであの z の n 乗イコール1つまり1の N 乗根であれば この式は常に成り立つということです。まあ、ここだけ気をつけておきましょう。まあ、そういう印象でですね、実はこの L というのを書いておりまして、この Z はここではこういうふうに定めましたけれども、この Z は、ここで UZ の E の Z の L 乗に対して、対しても整列します。つまり、ここで UZ というのは E の N 分の 2πi で、L というのは1から N-1 まででて成立すするわけですねこれが成立すれば全て成立するのでここ、えっとまあ、見栄えがちょっと変わりますけどね、まあ、ここに、えっと、L 乗がかかって L 乗がかかったものでも成立するというわけですねこの Z はそのままであればえそのままこういうふうな記号で書くことができるわけですというわけで、えっと、まとめた形でちょっと書いておきますけどここはまあ説明のために使ったのでもいらないでしょうでここをちょっとメモしておきたいと思うので この結果がですね、なかなか大切というか、面白い結果じゃないでしょうか。これ,これそのものもですね、なかなか面白くって、ただし、z というのが e の i の 2n で,で、l が1から n-1 までだったら何でも成り立つということですね。で、これの和を取るんですね、l に対しての和を取ると、実はこの式が出てくるというのがちょっと面白い式で、ステップ2に行きましょう。ここで、l についての和を取ります。L が1から N-1 まで をアプライすると何が出るかというとこれに対してアプライするとこうちょっと丁寧に見ておきましょう各 Z の1乗 Z の2乗に対してこういうものが成立するのでそれ全部足すんですねあの慣れない方はまずこれを点々点で書いてそういうものを N-1 本バーッとこの各 L に対して N-1 本式が出てくるわけですけどそれをバーッと縦に足したりすれば実は得られます そういう感じなんですけど、まあ、そういう風にすることが必ずしも、その、理解の助けになるとは限らないので、実はこういうシグマの略記号というのは、むしろ、思考を進めていくための言葉でもあります。というわけで、そのまま今回はやっていきましょう。そうすると、両辺、シグマを取るだけで、次のようになっていきます。K の Z の L k 乗イコール、シグマの1引く Z の、え、乗分のマイナス N という風になります。で、これ両辺見ていきたいわけなんですけど、両辺見ていくと、左辺がですね、思いのほか。 綺麗にいきます。右辺はですね実はもう求めたいほぼほぼ求めたい式が出てきていますマイナス n がかかっているだけで、まあ、ほとんど出てきているんですねここがここに対応しているわけですでこちらが今度は問題なんですけどそうすると左辺、まあ、この式ですね左辺がどうなっているかというと K ととちょっとひっひくり返します。これは別に問題ないですね和を取る順番を変えるというだけなので 特に問題はないんですけど、ここでちょっと問題なのがあのうまいのが K がここを外に出せるわけですね L についての和なので K を外に出すす。ことが可能ですなぜここでできないのかというと K はここで拘束されているので K を外に出す意味が不明なんですねですがまず K についての和を外に出しておくと L についての和だけなのでここは本当にですね、こういう和になってしまうんですねそうするとここをさらに Z の形状の L 状と見ることによって これあの L 形状ですからねこれって z の形状の等比数列の和なんですね。ですから1、1-z の形状分の 1-z の形状の交数上ですから、こんな感じになりそうなんですね。で、初項が何かというと、z の l 乗というふうになります。でここでちょっと、一旦書いてしまったんですけど、ちょっと見にくいので、次のようにあの見やすくします。つまり、ここ0だったら、ちょっとうまく計算できるんですね。ちょっとごちゃっとしたので、もう一度書いておきますけど。えっ、ー、と。 ここをですね 1, に1から n-1 じゃなくて0から n-1 に変えるために0にするために1引いときます。1引いとくと、まあ、0乗ですから、まあ、1があ勝手に足せちゃいけないというわけでつじつまわせのマイナス1をしておきます。そうするとここが先ほどのと同じなんですけど初項が11引く交数乗なので n 乗になるわけですね。K の n 乗ですね K の n 乗でここで思い出してほしいのが z というのは n 乗すると1なのでここが ばっさりゼロで消えてしまうんですね。一引く一で分,分子が消えてしまいます。つまり、左辺がマイナス k を k が一から n 引く一まで足す。つまり。マイナス二分の n 引く一かける n という式が出てくるわけです。で最後にここが。何だったかというと、右辺が何かというと。えっと、一引く z の l 乗分の一のマイナス n の外に出しておけば、こんな式になるので。引いた上がって、一引く z の l 乗というのが。 L から1、n-1 まで足すと n がばっさり消えて2分の n-1 という式が得られるという寸法になっておりますというわけでいかがでしょうかなかなか面白くないですか特にこの辺がですね非常にうまく計算されていると、まあ、k を和にとって先にとるのではなくて後にとることを考えるだけで実はそういうとここういうのが消えてしまうというのが非常に対称性の高いところであります、はい、というわけでステップ2の、 これが証明できましたねで次、これをいきましょう。これがです、ね、ほとんどやることが同じなんですね。ただ、直接これをアプライするのではなくて、1つ手前にあ,の一あるものをかけておくというだけで実は済みます。つまり、この変な項をかけてから和を取るというだけなんですね。そこをちょっと見ておきましょう。そうすると、z のマイナスアルファァ α 乗をかけて、これをアプライするとどうなるかというと、えっと、両辺にこれ、この両辺にこれかけるだけなので、マイナスアルファというのがここにつくだけなんですね。 これ、z のマイナス Lα かけるだけですから、これだけで、こちらも分子に z のマイナス Lα がかかるだけなんですね。で、ここはまあもちろんあの求めたいものがそのまま出てきて、先ほどと同じで、n が、マイナス n がかかっているだけなので、やはり問題は左辺ということになりまして、もう本,当に本当に同じなんですね。k を先に計算しましょう。で、k をやはり外に出しましょう。で、l を内側に入れましょう。そうすると、z の l の k マイナス α ということになります。でそうすると、 何が今度は変なことになるかというと、まあ、ここも0にしておきましょう0にする代わりにマイナス1をしておくというわけでいい感じなんですけどここがじゃあ今度は何かということですね先ほどは0になってしまいましたで今回の場合は0にはならないことがあるということですね α というのは今1から n-1 までなので k が k の値によってちょっと変わっちゃうんですねちょっと k ここ,ここ邪魔なんで先に外で出してしまいましょうこれがちょっと重要なところなんでちょっと注意して見ておきましょう えっと L、が0から、n、の、Z、の、L、の、k、マイナス、まあ、ここはいいですか n-1 の n としておきましょう、まあ、ここ k マイナス k が出るだけなんでねでこちらが問題なんですねでこちらが問題なんですがこれも大した問題じゃないんですねマイナス α ここがもし0になる瞬間がちょっと問題でして α って今1から n-1 までで k が1から n-1 まで動くので アルファと同じ値をです、ね、今、アルファというのを与えられた数でその値を K が取るときだけここが1になってしまうんですねつまり0乗になるので1、1、1、1って全部足されてしまうんですねでそれ以外どうかということを考えます K がアルファ以外のところではどうなるかというとこの部分なんですけど K がアルファのときはもうアルファ倍の 1+1+1+1 で何個足すかというと N なんですねで K がアルファでないところこの内側ですねこの内側はどうなっているかというと 実は0になってしまうんですね。それは先ほどと同じ理由でございます。とどういうことかというと、やはり、z の k フ α の、ここあの何らかの n 条根なんですね。n 条根で、やはり n 条根で、これの l 上の和を取っている。で、1ではないということです。1になるのがこのケースでした。1じゃないというのが重要なんですね。1じゃな,じゃなければ先、先ほどのここであ、この辺でやった0になるというテクニックが全く同じように使えて、 k-α の n 乗0ですねなので n 乗になってここが1になって0になるというわけでここ本当に0になってしまうんですねですから全体としては何になるかというとこの四角のところ全体としては αn しか残らないというわけで αn でこれが残って -2 分の n 1かける n というわけで先ほどとの違いは本当にこの子 α のところだけが残るというこのそういう感じなんですねだからこそ z の L 乗をかけたということです。こ,こをですねあえて Lα 上とかにしてプラスにしてしまうと K がマイナス α のところだけ消えるみたいなことになってしまうのでなぜこういうマイナス Lα というかなりなんか人為的なもの符号が人為的に見えますけどそういうものをかけた理由というのも実は分かるんですねこういうお遊びをしているとなんとなく分かるというわけですで結果これがイコールこれなので従って N, が N, N をですねこう両辺引っ張るうと、まあ、ちょっと書いておきましょうか 1-z の L の ママイイナナスス N の Z の Z というわけで n を削ると何になるかというと 1-z の l 乗分の z-lα のイ,イコール2分の n-1-α という式が得られるという寸法でございました。はいというわけでいかがだったでしょうかまあ意外とですね、まあ、計算はちょっと見にくいように思う方もいるかもしれないんですけど使ったことは等比級数の和。 ステップででやったことですねそれに具体的な Z、こういう特殊値を代入したときに割ときれいな形になると、それは Z の N 乗が出てくるので、それが消えるようにツイスマウスするときれいな式になっていると、1-Z というのがきれいにあの消えて一個約分されて、まあ、2乗分のなんとかじゃなくて、本当に 1-Z 分のなんとかにすることができるという感じです。でそれを具体的ににこういういものにアプライして えと対称性というかこういうもの全て対等ですから対等なので全部和を取ってまとまって考えてしまおうというような意気込みでやってみるとまあこれなんかの場合は割とスッと計算できると。で全く同じようにまああの変なものがついてても同じことができるということが今回見たことでございまして結果だけまとめるとこういうような式になっているというわけでございました。はいというわけでいかがだったでしょうかこの動画が面白かったと思う方は是非ともチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。というわけで次の動画もご覧ください。さようなら。